聞いてるうちに自分の息子との話自分の部下との話って頭の中で置き換わっててもうそれとしか聞こえなくなってくるっていうふうに話を持っていくことができるんですよ。気がついたらポジティブに考える気がついたらネガティブに考えるって癖を知っとかないと自分の発信も大きくずれててるってことですよね。立体和法を使うことでよってポジティブな人ネガティブな人もちょっと楽になるっていうそういうふうなあの話し方なんです。 皆さんこんにちはホ本田県の人生相談ディア県ナビゲーターの小林まどかです今回はディア県の4700万ダウンロード突破を記念して一瞬で多くの人の心に響く立体話法の秘密というテーマでこのディア県特別版お届けしますけんさん改めましてよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあ4700万ダウンロードということで今私ご紹介したんですけれども このポッドキャストでは10年近く毎週配信していて、えー、4700万アクセスあったということでケンさん改めて今どんなお気持ちですかこの数字も聞いてまあそうですね、まあ、それだけたくさんの人たちに聞いていただいたっていうのは非常に嬉しく思いますしその、まあ、特にねそ,のそういう,こう人生が変わったとかこう良くなったっていう人からメールをいただくんですけど、まあ、それに対してもすごく嬉しく思いますね。うん でもちょっとその数字的にはあんまり実感がないんですけどあの、まあ、ででもも喜んでもらってよかったなっててかたないう気持ちがあります、えー、これだってこの4,700万っていうのもポッドキャストを介しての数字っていうことで他のとこでも研さん配信されてるのでそれを合わせたらもっとすごい数字になるんですけれど、うんうん、この「ディアケンってスタートされた当時、まあ、およそ10年前なんですがまだその日本でいうとポッドキャストって認知度なんて。 全然少ない時代だったと思うんですよね、はい、でしかも今は例えば YouTube も Facebook とか、まあ、いろんなのの SNS が広がってきてで誰でも気軽に発信できる時代に今なってきてると思うんですけれどそして2021年ここにきてクラブハウスも出てきて、うん、またボイシーとか音声で伝えるメディアっていうのもなんかこう波が来てるんじゃないかなっていう印象なんですが。 今回、本でも800万人以上、そしてこの「ディアケンだけでも4,700万人以上の方に、ケンさんのメッセージが広がっているということを考えると、うん、ケンさん、実際にこう立体和法で QA にもお答えされているし、うん、そういう,こう立体和法っていうものが、何かこう多くの人の心に刺さるものなんじゃないかなということで取り上げるんですが、本当クラブハウスで考えてみても、 同じテーマを立ち上げていてもすごく人数が多い部屋もあればそうでもない部屋もあったりその差が何なんだろうなっていうふうに感じる方もいらっしゃると思うんですよね。ということで今回はこのメインテーマでもある一瞬で多くの人の心に響く立体和法の秘密ということでさまざまな角度から研さんに解説していただこうと思うんですが。 まずこの立体和法ですよね改めてどういうものなのか、はい、教えていただけますかあの昔僕は、まあ、20代の頃いろんな著名な人の講演会に行ったんですけどこう、はい、質疑応答の時間になるとなんかこうよく分かんない質問をしてでそしてそのよく分かんない質問にちゃんと先生が答えずに一方的にまた先生の話が始まるっていうそういう何て言うんでしょうすれ違わなコミュニケーションをたくさん見てこうなんか Q&A の時間っても 無駄だなみたいななんかそれを見てそのなんかこうやり取りをして聞いてるうちになんかそれが自分にも役に立ったらいいのになっていうふうに思ったのがもともとのきっかけだったんですよ。まあ、そしてねそれで、うん、その自分が話してることが、うん、のたくさんの人たちになるほどなと思ってもらえるようにその、まあ、最初僕ミラーボール和法って呼んでたんですけど、えー、その例えばミラーボールをね そのなんかこう見ていただくと同じ光が当たってもいろんなところに光が飛びますよねはい。例えばその質問がねその自分のその上司との関係について話をしてたとしますよねえ、はい、そしてそれをその上手に誘導していくとお父さんと自分の話になんとなく途中から聞こえてきたりあるいは自分が息子とどういうふうに話しているのかっていうことに聞こえてきたりあるいは自分が上司として今度はその部下の人にねあっ あの人が言いたかったのはこういうことなのかっていうのを理解できたりとかっていうふうにそうすると質問はその人が上司との間について悩んでるってことなのに聞いてるうちに自分の息子との話自分の父親との話自分の部下との話っていう話にその頭の中で置き換わっててもうそれとしか聞こえなくなってくるっていうふうな話し方なんですよ。なんかマジックのような話し方ですよねだってそれって。 でも考えてみたら力役は一緒だとね同じじよように感じるんですよね例えばそのどんだけ頑張っても評価されない感じがするんですっていうふうにその人が言ったとしたらそのあひょっとしたら息子ってそういうことを考えてたのかな申し訳なかったなって気持ちになったりとかあるいはその逆にそのあの自分がね息子の場合は父親に対してあそうか自分は父親に認めてもらいたいと思ってたのかっていうふうに気がついたりとかするんですよ。なので その話されてること以外にもすごくたくさんの気づきがあるような形でお話を振ってるっていう感じなんです。うん、へえあの人間関係のマトリックスってありますよね健さん。はいはいそれをベースにされてるんですよね。まあ、簡単に言ううとそうですね、うん、で人間関係にはポジティブなものと、えー、ネガティブなものがあって、はいはい、そしてその人間関係では自立な人と依存タイプの人がいるんですよね。 例えば4つのマトリックスでいくと自立でそのポジティブな人っていうのはみんな頑張ろうよとかイエーイみたいなその明るい感じの人そういいいうう人ととと一緒ににるなな、ね、なんんく暗い感じになっちゃうんですよそうするとその人に励まされて「大丈夫だよ」っていうふうに言われたらどんどん私なんかできないみたいなななななんんかか無理かなみたいな感じになっちゃうんですよねどうして相手がそういう「イエイイエイ」っていうと自分が一緒に上がらずにこう自分は落ちていっちゃうんですか これはね人間関係の力学の魔法みたいなもので一、えー、人がねなんか調子こえてイエイイってなると一人はねなななんんんかダメな感じがしてしてまうもんなんですよもうそういうものなんですねそのまさに力学ででそそういうういものなんですねそうだからその不思議なんですけどその本当はね一緒にイエーイエーイって上がっていけばいいんですけど、うん、なんかこう一人がね「大丈夫大丈夫」とか言われるといや大丈夫じゃない感じがするっていう風になるんですよ。へー あじゃあそういう,こう力学でいうと逆に相手がものすごく元気がなかったりするとその力学が逆で考えると自分の方がなんとなくこう相手を鼓舞しなきゃみたいなそんな感じで元気が出てくるんです例えばその今ののパーートナーとの関係で パーートナーがすごいポジティブな人、で「君なら絶対できるよ」って言って「僕と一緒にやろうよ」とか言うと「いや私なんか無理かな」みたいな気持ちになって落ち込んだりしてえ「どうせあの人にはもっと素敵な人が現れるに違いないと私なんて」みたいな人が実家に帰ったらお母さんがドヨンと落ち込んでて「私死にたいと」と、お母さん大丈夫だよ」「これからい,いっぱいやれると楽しいことあるんだから旅行もあるし」って言って自分がポジティブになっていることに気が付いたりとかするんですよね。えー、なので対別の人とは全然違うキャラに変身するっていうのが人間関係の面白いところなんですよ。 でもう一つのタイプはね例えば誰かに対して批判的になったりネガティブになったり<え>意地悪になったりあるいは完璧主義的になったりとかする人とポヨンとしてて天然系で「泳い,いっていうのをミスをしてねもうなんかミスをしたことで「てへてへ」みたいな「問題ありましたっけ?」<laughs> みたいな人そういう人と一緒にいるともっとイライラが募るみたいなそういう人間関係もあるんですよ。 はい、そうするとね、普段温厚だった人、だから普段前向きで明るい人が急に意地悪になったりとか、急に失礼になったり、急に批判的になるときっていうのは、ポジションが変わるとそういうことが起きるってことなんです、ねはあ、つまり、今のお話を伺うと、誰でもポジティブになりうり、ネガティブになりうり、うん、そのピリピリになって、逆にポワーンとしちゃうっていうのは、うん、誰でもそこは行,き行くことができるってことなんですね。 普段家庭ではポジティブなお父さんがいるとしましまょうで、はい、そして早く起きてねあのなんかラジオ体操とかやってさあの遅く起きてきた息子たちに対して「お前ら遅い!」みたいなあの一日ね朝日を浴びて元気だみたいな形の、あのー、課長さんが、えー、オフィスに行ったら、えー、すごい厳しい部長さんに怒られて。 君ちゃんと広告書出てないよって言って「あ,<ー>あすいませんでした」みたいな,なんかこうねなんとかあのごめんなさいやりますみたいな形で「うんえー、てへてへ」みたいな部長「あれ今日でしたっけ?」とかって言って言って何か明る,あら明るくごまかそうとた例えばしたとしますよね。はい、そうすると今度またですねその別の,あの人あの別の,あの上司のもっと偉い役員みたいな人と。 えー、あったら呼び出されてその役員の人はネガティブなこと一切う、まあ、だからそういう人を出世するんですけどねだからその意外と中途半端なな人が批判的にったりするんですでそうするとすごいパワフルでポジティブな役員みたいな人が「あの君ねあのあの部長に何か言われてて気にすることない君なら絶対できるよ!」って「大丈夫俺だってこんな感じだったらできたんだから!」とかって言われれば言われると「ああ自分には無理だなこんな人みたいになれないな」って言って落ち込んでいったりとかするんですよ。そうやって、はい なんかこうなんて言うんでしょうねこう人間関係ってのがぐるぐる回るんですでも面白いのはまた自分の家に戻ったらぼーっとしてる新入社員の,あの子がいてねあれなんか課長すいませんって <laughs> なんか臨機書忘れましたみたいな君何やってんだよもう学生と違うんだよって言ってイライラしてる自分がいたりとかしてそうやって人の心っていうのは移,る、はい、移り変わるようになってるんですよあとなると、うん、立体和法で多くの人の心に響くっていうのはあのそういう いろんなポジションを踏まえた上で、例えば、はい、ケンさん、立体話題の話する時って伝えてるわけですよね。そうなんです。そうすると、普通の話し方とその立体話法での話し方の違いって分かりやすく言うと何ですか。どういうところなんですか。あの普通の話し方っていうのは、もうひと<え>一通りにしか解釈できないような形で喋っちゃうんですよね。例えば、<ー>なんか最近太ったからダイエットした方がいいよとかっていう風なのは、批判的なアドバイスなんですよ。 はいね、例えばそれ批判としか聞こえないんですよ。はい、でもう太っちゃってもうなんかこのままだったら誰,誰にも愛されなくて私は一生独身に死んじゃうとかっていうのもすごくネガティブな世界の言葉としてもうそれ以上取る必要はないんですよね。うん、であの例えば面白いのは同じコメントをあのしたとしても4通りに解釈できるんですよ。例えば、うん、よく最近食べるねっていうのは客観的なコメントなんですよ。うん でそれをねポジティブな人どう捉えるかっていうとそうなんですなんか食欲の秋なんですみたいなんでポジティブに捉えるんですよ。はい、でその、えー、ネガティブな人をどう捉えるネガティブ自立と言われる批判的な人どう捉えるかっていうとあやばなんかこの人私がどんどん太っていくから今のうちに痩せないと君とはもう離婚だよって言ってんじゃないかなっていう風に聞こえてしまうんです。あそういうい風に受受けけけ取取るるるわでですね受け取るあの最近よく食べる、ね って言われた時にそのポジティブでふわふわってした人はあのポジティブ依存って言われる人はどうなるかって言って <laughs> ってへてへそうなんですみたいな美味しくてみたいなダイエットできないんですみたいなちょっとかわいけどなんかイライラさせられるみたいな感じで取るんですよね <laughs> まあいいかなと思ってとかっていう感じ <laughs> ダイエットはなんか来月からみたいな今すぐやれみたいな気持ちにさせられたりとかする、はい、で同じコメントでも最近よく食べるねって言われたらあ もう私のことは駄目だっていうふうに思ってるってことはもうあの誰か痩せてねスリムでその素敵な女性のとこに行くんだなってもう私なんかどうせ離婚されると思ってたけどそうなのねっていうふうにもう確信してしまうみたいなそういう同じようなコメントでもちょっっとと角度を変ええるる全然違てて聞こえてくるんですよねなので僕の本の一つの,のタイトルなんですけど「きっと良くなる」っていうふうに言うとポジティブな人はいやもっと良くなるぜみたいな気持ちになるんですよ。 はい、で「きっと良くなる」っていうふうにネガティブ自律の人が聞くとどうなのかっていうといや良くなる感じがしないけどきっと良くなるって言われたらなんかそういうこともあんのかなっていうふうな感じがして今までなんかピリピリしてたけど「うん、まあ、なんか良くなるかもしれないんだったらそれそれでいいな」みたいな気持ちでちょっと心が和らぐんですよね。うんでえポジティブ依存の人があの右上の人がどう,どういうふうに感じるかというと「きっと良くなる」なんかよくわかんないけど素敵みたいな気持ちになるんですよ <laughs>、うん、で 落ち込むタイプの人にきっと良くなるって言われたけど絶対良くなるって言われたらもう信じないんですよ固くね。そんなはずがないってでもきっと良くなるって言われたら、はい、えそんな希望にすがっていいんですかひょっとしたら良くなるんだったらちょっと嬉しいかもみたいな気持ちでちょっと明るい気持ちになるんですよねなので<ー>絶対良くなるとかね言われたら反発するんです人はそうすると、はい、ケンさん立体話法を使って文章も書かれていますけれども、はい 今のこのタイトル一つでもそういうふうにいろんなポジションの人に受け取りやすいようにっていうふうに決められてるじゃないですか。うん、はいちょっと文章もだから今みたいな感じでそれぞれのところにいる人にそれなりに伝わるような感じに書かれてるってことですか、うんうん、そうなんですよだから絶対に決めつけられたって感じると人は反発するんですよね。ははい、だから絶対良くなるって言われたらいやそんなはずがないっていうふうに反応するし。 保証はっていうふうに思ったりとか<ー>絶対良くなるってどういうステップでやってる良くなるのか分かんないっていうふうになったりだとか、うん、あのなんかそういうふうな形でいろんな人たちがこう心がまあさまようんですよね。えー、なのでその立体和風を使うことによってポジティブな人はネガティブな人も今調子がいい人も調子が悪い人もなんかちょっと楽になるっていう、うん、そういうふうな。 あの話し方なんです。うん、まあ話し話してくればちょっとテクノカルなことになるんですけど、まあ簡単に言うと<ー>どんな人も気持ちが良くなっていくようなそういう文章の書き方、まあ話し方を普段から心がけてます。へえ。そうすると今例えばあのクラブハウスも出てきたり、まあ YouTube とかその健さんみたいに自分の考えとかメッセージを発信していきたい。でもそういう時に多くの人に届くような方法で。 話したり書いたりしていきたいっていう人たちもいると思うんですけれど、はい、そうすると今私出てきた疑問として、うん、じゃあ決めつけないで伝えるってなった時にすごく素人としてはじゃあ一つのことを発信する時に自分自身が説得力がなくなっちゃうような感じその、はい、ポジティブな人にはそう思われないようにネガティブな人にもそっちに振らないような感じで中央のとこで話そうと思うと。はい すごくこう伝え方があでもポジティブじゃないんですよでもネガティブじゃないんですよみたいな風にするとそこに説得力をつける検査みたいにそのブレずに伝えられるってどうしたらいいんですかねこれね練習がいるのでそんな簡単にできるものじゃないんですよなぜかというと人はどうしてもポジティブに触れたりネガティブに触れたりするもんなんですよねちゃいますよねそうなんですでもちろん僕だってしてるんですなので その人は基本的に感情のダンスをしながら生きてるんですよ。でも多くの人が自分がのポジティブな方向からネガティブな方向からしか発信が普通はされてないんですよね。うん、なのでそうするとその情報の受け手の人っていうのは特定の人たちになるんですよ。だから本で言うとそんなにベストセラーにはなりにくいんですよね。ああそっか。あのケンさんはそそれこそもう 一冊目を書かれたあの冊子で配られた時からその立体和法で書くとかいろんなポジションの人に伝わる方法で書くっていうのは意識されてたんですかそうですねあの僕はそのマーケティングでは非常にこう危険なやり方でその普通は25歳男性を狙うとかってあるんですけど僕は男性も女性もその年が年配の人も若い人も全ての人に向けて書いてるんですよね。うんはい なのでそういう意味では普通とは全く違うのでちょっと理解されにくいんですけどまあ一言で言うとその自分が自分らしく生きたいっていうそういうふうに思う人に向けてあの話してるんですでもその中にはやっぱり希望もあるし落ち込む時もあるしいろんな気持ちってやっぱ触れるんですよねその時にどういうふうに気持ちが揺れたとしても荒れたとしても最終的に自分らしさに戻っていくっていうふうにえ上手に こう人が感じれるるよううなな書き方であ話し方でで話し喋って,るってことなんですいやすごく今の話理解できるのはケンさんのリアルのセミナーをねあのされていた時に私もたくさん参加して初めてケンさんのセミナーに来られた方と話した時に驚いている方がいてケン、うん、さんって割とそのお金に関しても書かれてビジネスに関しても書いてるから、うん、男性が多いのかなって印象できたら。 本当に男性と女性半々ぐらいの比率で来てて、うん、それに驚いたって言ってる方もいらしたんですよだからそれが本当に研さんがいろんな人に届くような書き方で発信してるから来る方たちも本当に老若男女じゃないですけれどいろんな世代の男女比もちょうど均等にっていうのはそういうことなんですねだからそうですねだからそれはいつも僕の中でバランスは気をつけてるんですけど まあちょっとスピーの話をすると女性が多くなったりビジネスの話をすると男性が多くなったりとかするんですけどまあそれでもね大体、えー、いい男性女性半々ぐらいで、まあ、いろんな人たちがこう来てくださるっていうのはその僕のいろんな多面的なあ,のあり方から来てるんじゃないかなと思います。えーえー、じゃあ最初のそのお話しされていたその一方的に QA でもね、うん、一方的にその話をしている人を見た時にあ これだとなんか退屈だなっていうところからスタートしたっていうことですけれどうん、うん、じゃあやはりその立体魔法を生み出していったのはその経験が根本にあるわけですかそうですねやっぱりそのポジティブな人は自分がその四分の一の世界で生きてるってことを知らないんですよね、はい、えネガティブな人も同じようにそうなんですで、自立の人、うん、依存の人それぞれ自分の癖みたいなものは分かってなくてはい。えー 気がついたらポジティブに考える気がついたらネガティブに考えるって癖を知っとかないと自分の発信も大きくずれてるってことですよね。えー、そうですねだからどういう人が例えばクライアントの方とか、うん、セミナーを開いた時にどういう人が来るかっていうことでも自分がどこにから発信してるのかっていうのがなんか分かりそうですよね。うんそうですね。でそれがね必ずしも悪いわけじゃないんですただそれだとね、えー、やっぱ4分の1の広がりしかないってことなんですよね。そっか つまりいろんなポジションに響けばプラスその3倍の人にリーチするってわけですもんね。そうなんですだからその僕の方が平均してやっぱり何倍か普通の方よりも売れてるのはやっぱりその取りこぼしてる層が少ないってことですよね。となると音声だけで配信する時も同じようにその立体魔法っていうことなので健、うん、さんは話しているときに。 あの一つね最後にちょっとポイントを伺いたいんですけれども、はい、あの話すもちろん内容とか角度とかにもよると思うんですけれど、はい、例えばものすごくネガティブかつ依存ネガティブ依存というもうどうしようもなく落ち込んでるんですっていう人から質問が来たとするじゃないですか。とうん、うん、するとまあ一般的には「いや大丈夫だよ」とかそういうふうになりがちですけれどもそうです、ね、ケンさんはその一つの答えにすら いろんな人が響くように話してるわけですよねこの出会い系の中でもそうですねだから例えばネガティブな人は一旦受け止めてもらえないと、うん、いきなりアドバイスされてもなんか跳ねのけられているように感じるんですよね、えー、あーはい、はい だから例えば「今本当に辛いんです」って言われたら「ああ今辛いんですね」っていう気持ちをしっかりまずまず受け止められるかどうかっていうのが結構大事で<ー>あのポジティブ自立の人っていうのは人が悩んでたら落ち込んでるっていう姿を見たくないんですよなぜかというと自分のその部分を否定してるからねなのでそのそう誰かに落ち込んでもらいたくないんです落ち込む人を減らしたいできたらなくしたい逆に言うと自分のその部分を抹殺して生きてるんでそういうふうに落ち込んでる人が見たら落ち込んじゃダメですっていうふうに言うか 落ち込んでる人を見ないようにするのかあるいはその人を否定するのかだいたい3つしかないんですよ行動がああ排除したいわけですもんねそう,そ,うそ,うそうすると相手はこの人に拒絶されたやっぱっ私って意味がないんですねとか死んだ方がいいんですねってなっちゃうんですよそ,かそうするとケンさんはそれを一回受け止めてでその、まあ、何かこう立体版法でアドバイスする時っていうのは、うん、いろんな人に響くようにかつ するっていう時はそれは例えばだからその人がねそのなんか自分が発方塞がれな感じがするっていうふうに言ったらそれは単なる感情であって実際に発方塞がれじゃないっていう話をするとネガティブな人は初めてあそうかも他にもなんかねっそうするとネガティブなあのネガティブ自立の人はそれに対してなんかもう発方塞がれって思,思うようなやつだから発方塞がれなんだよっていうふうに思ってたけど。 そ,のそういうふうに言われたら、うん、そうだ自分も実は発泡下がりだと思ってたのかもなっていうふうに気が付く、うんうん、でポジティブな人はそうかそうかそうああいう形でなんか発泡下がりと思ってた人も希望を見み出せてよかったっていうふうにしてその人もなんかよっしゃみたいな気持ちになるんですよねただちょっと理,、うん、理由がちょっと違うんですけど、うん、はいそっかじゃあこの3月から「ディア k e もリニューアルしてお届けしてるんですけれど実際に リスナーの方からの質問に直接検査にお答えしていただきますよね。はい、あの、本当に検査の立体話法ってどういうものかっていうの？をそれでも見ることできると思うんですよ、はいあの。あの数分間の中にものすごく落ち込んでいる人が時には涙をして、その瞬間にわーってこう。視野が広がる瞬間を画面から通しても伝わってきたりとか。ねね、あ、今本当にこう。見え方が変わった。この人がっていうのを。 リアルに感じることができると思うので、うんうん、今日のこの立体魔法のお話を聞いた上で、改めて研さんの,の Q&A、直接の Q&A って、ちょっと見直してみると、また違った角度で研さんの伝え方っていうのもあの分かるんじゃないかなって、今、私は思いながら伺っていたんですけれども。ねはいまあ、また違う角度で見れるんじゃないですかね。まあ、いずれにしてて、ねね、僕たちの生き方はすごく偏ってるっることと気がつくと あの自分自分と全く違う生き方をしている人たちが世界にいるんだってことにも気がつくし、今まで無神経だったりなかなかこう人のことがわからなかった人があそっか自分ってすごい無神経だったってことに初めて気がついたりするんですよね。うん。そうすると相手に寄り添うきっかけにもなりますよね。そうですね。まあ、そうするとパートナーの間とか家族の間とか<ー>お客さんとの間とか、うん、そういうふうな感じのことがすごく理解できるようになるんだと思います。 でやっぱりねそういうふうなコミュニケーションじゃないとねやっぱり人をすごく拒絶された感じがするんですよね。それが一番辛いですよね。受け入れてほしいんですもんだって。そうなんですよ。うん例えばあのある人とその契約の契約のことでねいろいろ話したんですけど、いや以前は違いましたよねってあのだからそのもしねあの条件が一方的に変わるんだったらそういうのはご連絡いただけたら嬉しかったですっていう話をしたんですよ。 そうしたら「<あ>それはお客さんの考え方ですよね」っていう風に言われて「えっ、ー?」みたいな,なんかすごいなんかこう僕はジェスチャーとしてあこれはやっぱり一つそういう風な変更するんだったら一本メールなり連絡なりしてもらった方があの。 親切だし、それが筋ですよねっていうのを上手に言ったつもりなのに、そのお客さんの考え方ですねって言って、<laughs> 普通ならカチンと来るとこですよね。上司を出せみたいな。あ<ー> <laughs> で、そうかそうかって、<laughs> 昔ここで怒ってた場面だなみたいな思い出して、うん、あ、自分はちょっと成長できたなと思ったんですけど、<laughs> なんかそういうふうな感じの、なんか、 それをお客さんの考え方ですね。って言っちゃいけないよね。っていうのをなんか学ばせてもらったっていうそういうことですよ。だからこういうことが分かってくると、その感情の合気道みたいなもんですよね。だから、誰かがなんか変なことをしてきたり、マウントしてきたり、批判してきたりした時にあオッケーっていう形でしっかりセンターに戻るってことができると思います。うんうんうん、もう今の話で十分。いろんなヒントやアドバイスがもう詰まってるんですけれど、あのー、最後にけんさん今後？はい 自分でいろんなものを発信していきたいなっていう方のために何かアドバイスというかヒントありますでしょうかよろししくお願いします、はい、あの世の中にはねやっぱりこう自分がすごく心が通じ合える感じがする人よくわかんない人イライラさせられる人なんかすごくカチンとくる人がいるんですよでそれはなぜなのかっていうことから自分が誰かっていうことを見つけることもできるんですよねなので人をみんなと同じようにあのしようとかせずに それっってて僕はゾンビだと思ってるんですよね。お前もゾンビになれみたいな形で <laughs> ポジティブな人は相手にポジティブを押しつけようとするしネガティブな人は相手にネガティブなことを押し付けようとするんですよ。お互いに相手に押し付けるんじゃなくてお互いが理解するためにはまず最初のステップとしてなぜこの人こういうふうに振る舞うんだろうっていうことを探偵のようにね好奇心を持って調べていただかれ考えていただくと人間に対する理解が深まるんじゃないかなって思います。うん なんか今日はあの立体和法のどんなノウハウかっていうのを伺うと思っていたんですけれど、いやでもそれが本当深くには人間関係に本当に大事なことですもんね。そうなんですよ。でそれが分かってくると、うん、世の中には素晴らしい人たちがいっぱいいてみんな皆さんのことを応援してくれるっていう、うん、そういう感覚にもなるはずなんです。そうですね。いや元さん立体和法 感動ででですすねね面面白白いいしょ私もこの番組で今まで立体魔法っていうふうにたくさん聞いては来ているんですけれど、うん、改めて本当それが日常の本当に大事な身,身近な人間関係でも使えるしその自分が対大勢に対しての発信でももちろん使えるんですけれど結果それが自分の在り方にこう戻ってくるみたいなところですもんねそうですね。 なので、ぜひあの日常的に意識してやってみてください。面白いと思いますよ。はい、えー、ということで、今回はディアケンの4700万ダウンロード突破記念として、一瞬で多くの人の心に響く立体和法の秘密というテーマでディアケン特別版をお届けしました。ケンさ、ん深いお話、本当にどうもありがとうございました。ようこそありがとうございました。